皆さんこんにちは、チャオ。今日はこれから私の主人がほぼ一人でリフォームした家をご紹介したいと思います。実は一昨年に投資用として買った家なんですね。本来ならそれを仕事にする予定だったんですよ。それを収入源にする予定で、古い家を買って、でリフォーム、完全にリフォームして売るっていう、それを我が家の収入源にする予定だったんですね。なんですけど、このコロナで状況が変わってしまって、まあ、幸い私は YouTube でなんとか収入を得ることができているので、まあなんとかなったんですけど、まあ、とりあえずね、この家は とにかくボロボロだったんですけど、唯一のメリットが海にめちゃめちゃ近かったことだったんですね。で本当に海から50メートルくらい、もう本当に海の脇の道から入って、もうすぐ入れるって感じだったんですけど、まあ1階だし、1階でバルコニーもないし庭もないっていう感じで、中はボロボロだしっていう感じだったんですけど、海に近いというだけで、まあ需要は途切れないんじゃないかなって思って買ったんですね。夏の間バカンスで過ごすっていう需要がとにかく大きくて、で海に近ければ、まあ、バカンス中はほとんどの時間を海で過ごして、あと家で食事して寝るだけっていう感じなので、まああんまりそのバルコニーがないことだとかもあんまり影響がないかなと思って買った家なんですけど、でね、それ一昨年買ったんですね。それで去年で、そのコロナの影響、ロックダウン中、主人は一人でコツコツリフォームを進めていたんですけど、で去年の夏にはもうリフォーム終わって売りに出してるんですね。ただね、そのコロナのロックダウンの経験のせいで、もうね、人々がね、そのもし家を探すんだったら庭付きかバルコニーが付いていないと絶対ダメっていうような感じで思っている人がほとんどになってしまったんですよ。ということで、そのリフォームした家は結構たくさんの方が見に来てくれたんですけど、皆さんすごく褒めてくださるんですけど、結局やっぱり、でもバルコニーがないからねって感じで、まだ結局売れてないんですね。ということで、まあ、ちょっとその家今その放置状態になっているので、今年の夏のバカンスのためだったら賃貸として貸せる需要はあるんじゃないかなって思ったので、これからその家具とかを全部揃えて、まあ、その賃貸用ですね、期間限定の賃貸用に家具とか、だからベッドとかクローゼットとかを揃えて、で貸そうっていうふうに決めたんですね。なのでこれから家具を揃えていくんですけど、その前に皆さんに一度ご紹介したいなと思いました。今までも何度かコメントで、その主人がリフォームした家を見てみたいというご要望がありましたので、まあいい機会だなと思ってご紹介することにしましたので、これからご案内したいと思います。それではこれからアパートの方に向かいます。ということで、ここが海、砂浜で海水浴場なんですけど、でこれで、ここから入ることができます。ここです。これ本当に買った状態の時はボロボロだったんですよ。もうね、これ全部壁も全部張り替えたんですけど、こういう状態で入って、45平米なんですね。なので、まあ、小さめの家なんですけど、このキッチンと、あと2つの部屋があります。寝室が1つ2つ、そしてお手洗いはこんな感じで、先にお手洗いからご紹介しましょうか。そしたらこれ結構ね、これすごい、もう本当にこれ見た人みんな感動するんですけど、デザインもね、全部私たちが考えたんですよ。いろいろこのタイルとかも全部自分たちで選んで、自分たちで設計したんですけど、これ本当に小さな空間だったので、この、シャワー室をもう窓側につけてしまって、そして、このように洗面台と調理をこの横につけたんですね。
でもビデオが入るスペースがなかったんで、こちらでも最近ウォシュレット扱ってるようになったんですね。日本製ではないんですけど、ウォシュレットも取り付けました。ビデオの代わりにこのように日本のウォシュレットと同じようなものがあるので、それで取り付けました。でここはちょっと今まだ散らかってるんですけど、ここに洗濯機を置く空間があります。このようにちょっとハイテクな感じの蛇口、ハイテクな感じの蛇口を取り付けました。これ水の温度によって色が変わるんですけど、そんな感じです。それでここガスが通ってないんですね。お湯は電気でこの場所で沸かして給湯するんですね。これ80リットルのものなんですけど、お湯をここで沸かして、その熱いお湯が、水とミックスして、シャワーとかで使うっていう感じなんですね。なのでちょっとお湯に制限があるので、まあ、結構時間かかるので、お湯を熱くするのに。イタリアではまだお湯を電気で温めるシステムでやってる場所も結構ありますっていう感じです。これがお手洗いでした。そしてキッチンはね、備え付けにしたんですね。もうこれセットで結構安い値段で買うことができたので、もうこれは備え付けにしてしまいました。それで今回ね、これ買ったばっかりなんですね。これリサイクルショップで見つけてきて、まあ、全部でこの椅子、この何て言うのかな、壁に貼り付けるタイプの椅子と、このちゃんとしっかりした木の机とセットで300ユーロぐらいで、見つかったので、早速これはここにぴったりだなと思って、買いました。あとはベッドとかクローゼットとかを揃えなければいけないんですけど、この2つの部屋、ここをこれから家具で満たしていきます。ベッドとクローゼットを買っていきます。エアコンもつけました。で窓なんですけど、この上窓ちょっとね、これ便利な窓をつけたんですね。2つの方向に、この上の方向にも開くようにできるんですね。これ上にも開いて、このように普通に開けることもできるっていうね、そういうシステムです。そしてシャッターがあるんですけど、シャッターは電動のものをつけました。なのでボタン一つで閉めることができます。閉めたり開けたりするのをボタン一つでやることができます。この電動がついてるのってイタリアではね、まだまだすごく珍しいことで、っていうか新しい家ではもしかしたらあるのかもしれないんですけど、まあイタリアではかなりテクノロジーな家だと思います。普通は全部ね手で紐で引っ張るんですけど、この電動だと本当に楽々開け閉めができます。ということで、こんな感じで、これからこれ、家具を揃えることにします。ドアは、このようなタイプの折りたたみ式のドアを取り付けました。その方が場所を取らないので、このような感じの折りたたみ式のドアにしました。お手洗いのドアもそうですね。割と狭いので、ドアは、開け閉めで場所を取らないように、このような折りたたみにしました。もう一つの部屋もこちらです。こちらも同じように。エアコンがついています。これからカーテンをつけて、ベッドとクローゼットをつけます。バカンスの家として貸すので、たくさんの人が入れるように、家族で入れるように寝室を2つにした方がいいかなと思います。で基本的にバカンスで来るときはほとんど家にはもう本当に食べて寝るだけっていう感じの使い方だと思うので、寝室を2つにしておこうかなと思っています。こんな感じでいかがでしょうか。結構ね、見に来てくれた人は結構ね、感動してくれます。いろいろね、いろいろ配慮をしてあるんですよ。こういう感じで、USB の、コンセントをつけたりとか、すべての窓ガラスは2方向に開いて、で、すべてのシャッターは全部全自動でっていう感じです。で、このシステムキッチンは、これ冷蔵庫なんですよ。これ全部これはめ込み式の冷蔵庫で、これ冷凍庫全部ここにはめ込み式になってるんですね。なのであとはもうこれそのまますぐに、ガスボンベをつけなければいけないんですけど、ガスボンベをつけてこれつないだらすぐにキッチンとして使えるような仕組みです。こんな感じです。
そちらカメラ付きのインターホンもつけましたということで、外でチャイムを鳴らした人はここから見ることができます。まあ日本だったらどこの家庭でもあると思うんですけど、イタリアではこういうのがついてる家というのもなかなか珍しいので、まあそんな感じです。もう一度家の中を一周するとこんな感じ。お手洗いがあって、あとこのキッチンと2つのお部屋、こんな感じです。それでは今はまだこのお部屋とかも全く空の状態ですけど、また家具を揃えたらまた撮影したいと思います。それではバイバイ、バイバイ、チャオ。